ロイヤル・アントアップ FC はベルギーのアントウェルペンを本拠地とするサッカークラブである。1992から93シーズンには UEFA カップウィーナーズカップで決勝に進出し、ウェンブリー・スタジアムで行われた決勝ではパルマ FC に敗れた。これ以来ベルギーのクラブが欧州カップ戦の決勝に出場したことはない。イングランド FA。 プレミアリーグのマンチェスターユナイテッド FC と長期の提携関係にある。同クラブに所属している若手選手が経験を積むために、あるいは労働許可証を取得するまでの期間のために、アントワープへ期限付きで移籍してくることが多々あり、ダニー・ヒギンボザム、ジョン・オシェイ、トウカタ、タク、ジョニー・エバンズ、フレイザー・ギャンベルなど25人以上に上る。選手の国籍表記は、FIFA、の定めた、 代表資格ルールに基づく。括弧内の国旗は、その他保有国籍、もしくは市民権、星印は EU 県外選手を示す。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。